ねん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 、母ちゃんがお母さんになるとしたら娘は誰がいい？私お母さんできないと思う。なんかみんなを世話できる気がしないわ。諦めないで。いやでもわかるでしょ、みんなだって勝手に大きくなりますよ。そんなことないよ、勝手に大きくなるんだったら親いらないじゃん。誰がいい、お世話してて可愛いなーとか思いそうなのはラプちゃんかな。すごい子供感があるって感じ。ミコチとかはね、なんか歴がやっぱ一緒にいる歴が長すぎてお世話って感じにならん。あ、かなでちゃんは絡みがなさすぎてどんな子かわからない。青くんはなんか笑って見守っていたいな。お世話されたい人はいる、いないかな。甘えやつ、私が甘えられる人ってすごい限られてるんだよな。基本人に甘えんのは得意じゃないかも。あずきちもそういう感じじゃないかも。なんかずっと一緒にいる人って感じ。なんかトラカモにもっと甘えてもいいよ。あ、それはめっちゃ甘えたい。もっと甘えて、もっと甘えて。まあいつでも甘えてる気分でいるんだけど、気づかれてなかった、もしかして。そうだったのってどういうこと。全然私の気持ちみんな分かってないじゃん。私割とみんなには全力で甘えてるつもりでいたんだけど、もしかして気づかれてなかった。